将棋界の話題を取り上げる大手放置リターンズ第5回は今季西山智香女流名人イコール博麗女王女流王将イコールへの挑戦を目指し10人が戦う女流名人リーグ入りを果たした内山や女流初段が登場最年少のリーグメンバーとして最強の女流騎士里見かな女流四冠イコール精霊女流王座女流王位 倉敷東海イコールを一度は破り、7勝2敗で挑戦者決定プレーオフまで進出した。一躍台風の目となった19歳は、負けた直後でも笑顔を見せる。台風の目の中はいつだって、穏やかに晴れている。青い空がどこまでも広がる日、私、将棋以外では泣いたこともあるんですよ、と内山は笑った。彼女はいつも、笑う、万丈で、 切った切られたを繰り返し、死闘を繰り広げた後だとしても、直後、穏やかな笑顔を浮かべる。女流機会の構図は、固まりつつあった。八つの女流タイトルを四つずつ分け合う里見と西山の二強時代。そしてそれ多い、タイトルを争う数人。いずれも30歳前後の女流騎士で構成されるトップ層。そこに今季、新風が吹き込まれた。 トップ女流棋士がしのぎを削る女流名人リーグに入った新顔内山綾19歳女流名人リーグはなかなか当たる機会のない先輩方とたくさん対局できるとてもいい機会ですごく嬉しいです3月初のリーグ入りを決めた内山の言葉に不安はにじんでいなかった開幕から4戦で2勝2敗強者ばかりの相手を考えればまずまずではあるが特別ではなかった この頃、書道教室で一緒になった女流名人、西山に、内山は言った。私、リーグ落ちちゃいそうなんです。西山はこう答えた。ここから全勝すれば大丈夫だよ。二人は笑った。内山は西山の言葉を半分は激励と、半分は冗談として受け取っていた。台風の目が生まれるのはいつだって、突然だ。続く5回戦、女流タイトル五冠、当時、 お持つさとみを倒した。中盤のねじり合いを制しての解消。開幕から4連勝で首位を独走していた里見を止めた新聖。内山に注目が一気に集まった加速そこからリーグ最終戦まで5連勝で駆け抜けた気づけばトップに躍り出ていたあの将棋里見戦は悪くない将棋でした笑い嬉しい気持ちもあります 自分でも里みさんに勝つなんてまだまだ先のことだと思ってたんで、急にそういう結果が目の前にドンってきて、こんな結果出ちゃっていいのかなと思ってました。里みとの5回戦を見た女流名人、西山は本当にここ、晩勝負、まで来るかもしれない、と内山の挑戦権獲得も予感したという。将棋で泣いたことはない。2004年5月、風が強く吹くイギリスベルファストに生まれ、 1>, 1歳になる前に日本に、9歳で覚えたゲーム、将棋、にのめり込んだ。サイコロで決まった目が出ないとゴールできないスゴロクでは、父に負け、うんじゃん。と叫び泣いたこともあったが、将棋大会では幼い頃から負けても、いっぱいさせてよかったなぁ、と充実感に浸っていたという。将棋はうんじゃなくて、自分が何かやらかしたから負けるじゃないですか。だから、泣くとか、 後ろ向きな気持ちになることはないんです。プロになった今でも、対局後の内山の感想戦はとても楽しそうだ。敗北の後だったとしても、ルンルンでできる、と音符が飛ぶ。感想戦は例えば野球とか、友達と同じ趣味について雑談してるときとあんまり変わらないんですよ。感覚が、お互い好きなものについて共感できる話をしてるときって楽しいじゃないですか。 タイトル挑戦をかけた女流名人リーグは一騎打ちにもつれ込んだ7勝2敗で並んだ内山と里見のプレーオフ父親にはキッチャー山本由伸の時に打席に立つ気持ちで行ってこいと送り出されていた私はどの選手としてって聞いたら内山綾だってそれは無理じゃんって思いましたけど笑いだけどもしそういう状況でもバットは振りたいなって 大一番の日の朝も、晩の前に座る内山からは、どこかゆったりとした落ち着きが見えた。強気とは違うと思うんですけど、ビビりもしないんですよ。相手の方が強いですけど、どんな人でもミスはするし、完璧だとは思ってないので、対戦相手に対して萎縮するみたいなことはないですね。だが、女流機械のエースは強かった。気づけば盤上は、里見に制圧されていた。 序盤から駒組みがうまくいってなかったんですよね。リーグで勝った時は玉の守りを固めて、それが良かった印象があったので、今回も固めようかなって思って。だけど、進んでみたらなんか思ったより、こちらの差したい手があんまりなかったというか、作戦負けみたいな感じでした。結果は敗れ、初のタイトル挑戦には届かなかった。それでも、私は勝負師じゃない、と言い切る内山は、 俯瞰的に自身を、将棋を見つめている。惜しいとかそういう次元じゃなかったので、また、勉強してって感じですかね。たとえ今回のプレイオフでタイトル挑戦ができてたとしても、今の状態じゃあんまり相手にならないと思うんですよ。ちゃんと戦える力をつけてからじゃないとなとは思ってます。プレイオフ終局直後、晩の前、里見の向かいで内山は、ここまで来られてよかったなと思います。 とわずかに笑った。後日、東京ドームの近くでの撮影、あった方がいいかなって思って、とひいきの巨人の選手のオレンジタオルを広げた。今季一年目ながら中継ぎで30試合に登板した巨人、田中千春投手が好きだという。野球をやるとしたら、中継ぎ投手がいいんです。そんなに特別目立ちたいっていう願望はないから、たくさん試合に出られたらいいなって、とはいえ、 来季から内山は、目立たずにはいられないだろう。リーグに残れて、また来年も強い先輩とたくさん将棋をさせるのが嬉しいです。強い相手とさしてやる感想戦は本当に楽しいから、タイトル戦も楽しそうだな、とは思いますけど。でも今も将棋をさしてて楽しいので、それが続けばいいなと。伸び盛り、19歳の上にある暗雲は一つだけ。前期、 大学の単位を二つ落としちゃって、それだけが影を落としてるんですけど、と笑顔。晴れ渡った空にのびのびと駒を進める。来季の女流名人リーグは序列2位からのスタート。彼女はもう、異常気象ではなくなる。瀬戸カノン、内山綾、内山、綾、2004年5月22日、イギリスベルファスト市生まれ。19歳、北島忠夫門下、20年。 第14回白滝歩み杯争奪新人登竜門戦で同期戦初のアマチュア優勝を果たす。同年12月、女流2級、女流騎士、となる。現在、中央大一年生。趣味はお笑いを見ること、ラグビー観戦、野球観戦。好きな芸人は大択。ラグビーはイングランドチーム、野球は巨人のファン。